渡辺夫婦の二人ごと第297回の放送です。この番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいた人生相談や恋愛相談などを通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。はい、夫婦対談でお送りします。パチ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 どういうテンションなんそれ6年目って変わってた。いやそうな、 6年目なんですよ。しかももう297回なんや。やりすぎやろ、やりすぎ笑った俺2年前の夏に始めてるから、わあすごい、もうすぐだから2周年か、2周年も近い、うん、ような、ようやりました。297回ですわ。はい、でまあ今までね、こう100回の節目ごとにちょっとこう100回ですよ200回ですよみたいな感じで気持ちちょっとこう、うん、そうね、気分変えてというか、あの放送してて、まあ第100回目の放送は第100回目がゾンビやったっけ。え、そうやね、なんかゾンビっていつやったっけ。ゾンビ100とか関係ない、200やったっけ。いや200はね、あの夫婦だけの秘密の言葉。じゃあ100ゾンビや。あ、じゃあゾンビか。第100回何の話してんねんあの第100回はなんかゾンビの世界になったらどうするって言って、でもこれ今さ、ウォーキングデッド見まくってるユミからしたらめちゃタイムリーな話題なんじゃん。確かに今さらね、あのウォーキングデッドにハマってましてまあシーズン3やな、ほんと今さら、うん、え、面白い。 あれを見た上でやったらもうちょっと変わってたんじゃん。変わってるかもしれない。図書館巡りせえへんのちゃう。そうやな、図書館が危ないよな図書館危ないよ、うん、図書館危ないっていうことに気づいた。守りもそんな固くないやろうしなで、まあ、そういうね、なんかゾンビ界の放送で200回目は、うん、夫婦だけの、うん、特有のね言葉あるみたいな話をしたんですけど、まあ、第300回目ねどうしようかなと思って、今回ね、まあ、質問コーナーみたいな放送してみても面白いかなと思って、第300回の放送は鍋友さん、リスナーの皆さんからいただいた、まあ、ご質問とかにバンバン答えていくと、まあ、そういうね放送してみようかなと思います。意外とねこのラジオではあんまり質問コーナーってやったことなくて、うん、確かにね、なのでまあ何でもいいです、ほんまに。今までレターなんて送ったことない、コメントなんてしたことないっていう人も、まあ、せっかくね第300回の節目があるので、うん、まあぜひぜひ初レターの方もね遠慮なくお寄せください。まあだから全然短文でね、短い文章でいいし、ほんま質問だけポーンって送っていただく形でもいいので、レターっていうのね、とこから押していただくと匿名で送れるので、まあ鍋ともネーム書いていただいてもいいですし、なくてもいいですし、まあなんやろ、もう好きな色は何ですかとかで、もうほんまその勢いやな、好きな食べ物何ですかとか、まあそういう好きなほにゃほにゃ何ですかで僕らに聞いていただいてもいいし、まあなんやろ、現在の話だけじゃなくて過去の話を聞いてみたりとか、あるいは未来の話、将来の話とかを聞いていただいてもいいし、これってどう思いますかってことだったり、まあほんまに何でもいいよね。ね。なんで、まあとりあえずね、バーッと送ってみてください。で、その中から、まあ時間が許す限りね、ピックアップさせてもらって、いろいろお答えしつつ、まあ普通のね、レターももしかしたらご紹介するかもしれないし、うん。まあとにかくね、質問コーナーっていう形で、300回の放送はしてみようかなと思います。はい、はい、お願いします。なので、今がね297回放送なんで8、9、3回後か、うん、うん、で、まあ、収録日はね放送日よりももうちょっと前にしてるので、できるだけねお早めに投稿いただくと、収録もしやすいですので、まあ、ぜひなんかそういえば渡辺夫婦これ何使ってんやろとか、好きな何やろこれ何やろとか、今までの思い出でこんなこと聞いてみたいなとかね、まあそういうことをもし日頃からね思っていることがあったら、この機会にねレターください。はい、というわけで第300回の放送に向けてね、何か質問とかあればレター遠慮なく送ってください。お待ちしてます。というわけで、今回のね放送行きたいんですけど、まあアンチコメのねにも関係する話題です。鍋友さんからねレター届いてまして、それをねまず読み上げようかな。はい、はい、よろしい、よろしい。鍋友ネームうなちゅさん、
大吉さん、うなちゅさん、うなちゅさんちゃん、あ、うなちゅさんか、うなちゅさんじゃないの？うなちゅさんやと思ってた。うなちゅさんか、うなちゅさん、いやでもこれいつもねあのコメントいただくねんけど、うなちゅさんって脳内で呼んでたわ。うなちゅさん、うなちゅさんか、失礼しました。うなちゅさんね。大吉さん、ゆみさん、せりちゃん、こんにちは。こんにちは。毎度配信楽しみに拝聴しています。いつも聞き手としてのみだったのですが、今回相談があり、ご意見をいただ、聞きたくお便りを送らせてください。お二人は仕事中で心ない言葉や厳しい意見をぶつけてくる人がいた時にどのように受け止めて対処されますか？先日仕事で総勢500名の方に向けた4時間のオンラインイベントで司会をさせていただく機会がありました。おかげさまでいろんなトラブルがありながらも大成功といえるイベントでした。私自身何度も練習した甲斐もあり、とても満足感を感じていました。ただ数日後に事後アンケートを開封したところ、司会が冗長で日本語が下手だったというコメントが一つあり落ち込んでいます。全体を見るとそのコメントは 1% なのですが、頑張った分悔しくて涙が出ました。お二人だったらこのご意見をどのように受け止めますか？必要以上に傷つきたくないのですが、意見として真摯に受け止めたい気持ちもあり悩んでいます。たくさんのレターがある中かと思いますが、ぜひアドバイスいただけると幸いです。これからも頑張ってください。むなじょさん、よく頑張りましたね。うん、いや総勢500名のオンラインイベント、まあそのズームとかのねウェビナーみたいな感じなのかな。わい、ガチガチなるわそれ。ねえ、そら目の前に500円に並んでないとはいえ、こう画面越しでうわーっていてさ、うんうん、司会やろ。でしかもそのオンラインやから余計そのなんか空気感とかさ、やっぱ分かりにくいやろうし、うん、いやそれをね、まあ大成功を収めたってすごいことやと思うわ。いや本当に司会なんかはやったことないしね。まあね、さあ、たださ、なんかいいコメントを100もらっても、うん、101個目がそういうなんか心ない言葉やったら、101個目だけが異常に目立つ現象ってあるやん、うん、まああるで、なんか他の100がもうかすれてしまってさ、うん、もうその一個だけがめちゃくちゃ自分を苦しめてさみたいな経験はすごく何回もあるから。そうやな、今回のうなちさんのもうお気持ちは痛いほどよくわかる。そうや、なんかそれだけネガティブな言葉って強いよな。強すぎる。なんか他のね、良かったですっていうコメント全部打ち消すぐらいの力あるからね。そう、しかもさ、なんかまあこれは普通に私らを気遣ってやけどさ、まあそんなアンチコメントなんて気にしなくていいですよとかさ、うん、ネットにも書かれてたり実際にさ言われたりもするやんか。まあそうやね、そういうコメントは気にしないで、気にしないでってね。そうそうそう、うん、無理やね。もうパワーが強すぎて、うん、もうそれってさ、どんな感じかっていうとさ、もう目の前にずっとこう包丁の先端突きつけられてるみたいな。いや怖。じゃあほんでさ、気にしんときそれみたいな、絶対その目の前にあるだけで刺さらんからって言われてもさ、え、でも見える、見え、常に見えるみたいな。それはちょっと気になるしかないよな。そうそうそう、みたいな感じだよね、実際アンチコメってもらうと。まあそうやな、うん、そう、気にしないって無理よな。無理やねん。だからそう、気にしちゃう気持ちがすごくよくわかるし、うん、やっぱりお察しの通りこういう発信活動してるから、うん、もうそれこそすごい何百件やろ、もうわかんないけど。いや知らんよ、もう YouTube で何件ブロックしたかわからへんよ。ねえ、もうすごいたくさんのアンチコメをありがたいことにいただいた。ありがたいことにいただいたんですけれども、いただいたこともありますけど、うん、まあ、でね、せやな、うん、まあ、私思うんですけども、うん、そういうアンチコメたくさんいただいて、もういただいたとかもうそんな謙譲語いらんのじゃん。確かにアンチコメ送られてやな。そうやで、頼んでもないのに送ってきてみたいな。頼んでもないのに送られて、送られて、うん、送られて気づいたことは、うん、うなちさんもメッセージの中で真摯に受け止めたい気持ちもあり悩んでますって、はいはい、おっしゃっていただいてます、うん、ご意見やからね。そう、うん、ご意見なので、うん、まあただ私の経験上何一つ真摯に受け止める必要がない。いやほんまそう思うわ。ないんですよこれは、マジで、うんうん、必要がない。そうで、なんか
こうアンチコメをね、もうそもそももらったことないような人はね、うん、アンチコメって言うけど、それは意見やと。ああ、それは意見。アンチじゃないですがって。いや、そう、アンチじゃないですが。コメントの最初に、私はアンチではありませんが、あなたのここがダメだと思いますみたいなコメントあったりするから。うん、ある、それもめっちゃある。いや、己アンチやからみたいな。それは私が決めますみたいな、ね、あなたじゃなくて受け取り手が決めるのでみたいな、もうセクハラとかと一緒やで、ほんま。そうそう。まあせやねんけど、やっぱりもうこれだけね、何百件とアンチコメントをいただいててね、うん、いただいてるって待って言ってもらった、まあ、送りつけられてね。いいよ別にどっちでも。ほんで、ね、それがすごく役に立ったことって一回もなかったの。うん、まあないよね。そう、もう、あ、このアンチコメ超的いてるなみたいな、もうさすがです、目から鱗ですみたいな、助かりましたみたいな、目から鱗ですは何一つなくって、ないですね。そうなんで、なんか今回のやつもさ、なんなんこの意見って思わん？思うよ。日本語が下手だった、何この意味なさすぎるコメントみたいな、もう、いや己が司会やれやっていう話やん。いや、そうそうそう。そうやで、ほんま。いや、そうやね。だからね、もうこんなね、ただただ嫌味言いたいだけなんですよ、マジで。うん、本当にこういう人はもう人を傷つけるのが快感につながってるから、うん、嫌味言いたいだけで、でそんな人からの学びは何もないんで、うなちょさんはね、もう一切このコメントを忘れて OK です。そうやね、気にしないってもう無理やし、見ちゃったからね、うん、やけど、もうそっからこっから咀嚼してさ、自分の糧にしないととか、そんな全然いらんよね。全然いらない、忘れて OK よね。そうそう、もうむしろね、500人を目の前にしてね、司会をやりきったことがほんまにすごいんで。いや、すごいと思うよ。いや、ほんまにすごい。普通の人はね、なかなかできることじゃないから。いや、できひんよ。で、このコメントね、その日本語が冗長、司会が冗長で日本語が下手だったっていうコメント、まあアンケートがあってさ、それは別にアンチでとかさ、この司会の人を苦しめたろうとか、なんか悪さしたろうっていう思いじゃなくて、単純に普通に、もしかしたらね、その感想を書いただけ、なんか、ま、よかれと思ってみたいな、変な話、アドバイスやと思ってってね、書いてる方もね、いると思うねん。アドバイス、いやいや、もう本人はそのつもりみたいな。わいらもさ、もうめちゃくちゃそういうコメント来てたやん。まあまあまあ、別に聞いてもないのに、こうしたらいいですよとか、まあ、もっとこうしたら面白いですよとかさ。確かに、DIY はこうしたらいいですよとかさ、ね、いや別に聞いてないしみたいな。 DIY 警察はおるな。 DIY 警察とかさ、キャンプ警察とかやっぱおるやん、聞いてもないのにアドバイスしてくる人みたいな。まあ、本人は良かれと思ってるかもしれんけど、やっぱこっちとしては別に聞いてもない、これリアルでもそうやん、なんか友達と喋っててさ、聞いてもないのにさ、こうしたらいいよとか、ああしたらいいよとかさ、なんでこうせえへんのとか言われたら腹立つやん。あー、わかるし、それ昔のはいい。いやいや、別にアドバイス求めてないからみたいな。いや、そうやね。いや、今やったらわかんねんけど、うん、そう、昔は分かってなかった。まあでも、いや、気持ちは分かるし、誰しもそう なりうると思うね、うんうん、その、まあ、加害者って言ったら言い過ぎやけど、そのアドバイスしちゃうとかさ、なんかこう指摘しちゃうみたいな、うん、まあでも、うん、よっぽど親しい人でもやっぱり言い方気をつけなあかんのにさ、こんなアンケートでさ、見ず知らずの人でさとか、 SNS のコメントとか、対面じゃない状態でさ、こうしたらどうですかとかさ、下手だったとかさ、まあそら言葉遣い良くないよ。良くないね。だからこれはもう受け取り手としてはもう忘れちゃうのでいいよね。絶対いいよ。ね。まあもうその目の前に今包丁あるかもしれないんですけど、そのうち錆びてもポロポロ落ちてどっかに行くんで。あ、そういや、なんかそんなこともあったなみたいな。うん、そうそうそう。うん。さ、ちょっと話ずれんねんけどさ、さっき大くんがさ、そのいらんおせっかいをされたら嫌やし、でも言ってくる人おるやんみたいな、うん、言ってくれてた時にさ、あ、それ昔のワイってさっき言ったやんか、うん、それでちょっと思ったことあってさ、うん、なんかこれ言ったら相手がどう思うかなとか、あ、これ言ったら嫌がられるかな、鬱陶しいかなとか、うん、なんか人の気持ちをそうやって考えられるようになるって、実はめっちゃ経験必要やと思ってんねん最近。
うーん、まあそうやな、なんか生まれつきそんな持ってる人おらんくてさ、まあそれはね人間関係の中で育まれるもんやろしな、そうそう、で人とのコミュニケーションで培われていくもんやけどさ、なんかその余計なおせっかいをまずしてまう人ってな、それ昔の私やったからその人の立場がよくわかんないけどさ、おせっかいを言われても嫌な気にならへん人やと思うねん。あーそうなん、逆に、はい、でなんかこういうのを今なんか探しててさとか言ってさ、例えばなんか赤いリップ探しててさって言った時にさ、もう絶対夢赤いリップ似合わへんからやめときとかさあ、はいはいはい、そう言われたとするやん、例えば、はいはいはい、それで今やったらなんでそんなん言うのいいよんこいつにひどいわって思うけど、多分昔の私やったらマジでなんでなんでそうかな、ほんともう赤いリップやめとこかみたいな、あでなんか多分ね、その人の気持ちに鈍感な人って自分の気持ちも割と鈍感な人やと思うよ。自分の気持ちも鈍感、そう、なんかイラッとポイントがなんかすごい変なところにあったりとか、あちょっと人とずれてたりとか、あはあ、はあ、多分すると思うよね。あなんかせやからほんまに昔の私ってマジで人の気持ち考えられへんくてさ、だからさ、なんかちょっと今やったらもうめっちゃ恥ずかしいねんけどさ、あのホットペッパービューティーとかでさ美容室行くやんか、はいはい、予約してで口コミ書けるやん。あ書くな。もうあれでさ、なんかもうシャンプーの洗ってる時首が痛くなりましたとかさ書いてたんよ。あで今やったらほんまにやめときって、あのてか今やったらもうそう言いたい昔の私に、はいはいはい、でそれさシャンプー担当してくれた人がさもうどれだけ傷つくかっていう話やんか。あそやな、たとえ言いたくてももうキュッて我慢したらもうその場それで終わるからさ、うん、それでいいのにわざわざ書いてね。あでもめっちゃ悪気なくて、あそれもおせっかいよな、なんかそれで店がもっと良くなるというか、なんかみんな知っとかなあかんでしょみたいな謎の正義感でさ。それは店側に対して、他の利用者に対して、利用者もそうやな、ここはシャンプー痛いからやめときっていうみんなへのアピールとあーなるほどね、お店の改善、なんか私が伝えなきゃみたいな、なんかよくわかんないけど、でもそのわざわざさ、ホットペーパーで別にレビューを書かんでも使えるやんか、うん、アプリでもやっぱレビュー書くっていうのはそれなりにやっぱりなんか動機があるよね。書こう、よし書くぞってなる、なんとなく書いてるんじゃないよね。まあ、そうな、それだけ使命感っていうんかな、なんか使命感がぜひ書きたいみたいな気持ちが湧いてんだよな。なんかその怒ってたんかもしらんね。ああ、まああの怒りとか、ね、シャンプーの例え、それは例えやけど実際あった話じゃないけど、うん、なんか明らかめちゃくちゃ変な風にカットされた時とかはやっぱそういう風に書いてたし、うんうんうん、なんかだからね、でも今もやっぱり初めての美容室行った時にうわもう最悪なんやねんここみたいなあるで、うんうんうん、あるけど絶対書かへんねん。あだってもうそれをオーナーさんとかそのカットしてくれた人が絶対へこむから、へこむよな。でそう思ったらもうかわいそうでかわいそうで書かれへんのよ。うん、どれだけあの周りの人にあそこの美容室はやめときって言いたくてもまあそれはもう自分の口だけを使ってね、なんかネットには書かずに。ああそうやな、自分の知り合いとかにね、そうそうそう、なんか、まあ、あそこ行ったけどちょっとイメージと違ったわっていうのはね、そんぐらいだったらいいと思うけど、やっぱネットに書くとみんな見れるしさ、へこむしさ、本人が見れるからな。そうそうそう、じゃあ、ね、ほんでな、ね、うん、あのせやからまあ何で何が言いたいかっていうと、なんか昔で私ほんまに死ぬほど鈍感やんて、うん、自分の心も鈍感やんし、何よりも人がこれを言ったらどう思うかっていうのはもう一切分かってなかったのが、うんうん、今はそれだけなんかもうやめとこ、かわいそう、セーブしとこうって、うんうん、慣れたのってマジでこの仕事を始めてからで、あでそれはやっぱりアンチコミを実際に自分がもらうことによって、この何気ない一言ってこんなに嫌やったんやっていうのを初めて知ってん。例えば今まで友達にあなんかちょっと太ったみたいな、あはいはいはい、そうあちょっと太ったやんな、あそうやんなみたいな、そうやの太っちゃってはははみたいな感じで言ってたんが、なんかネット
ットのコメントでさ、ユミさん太りましたね、ユミさん太りましたね、太った嫁、嫁太った、嫁デブとかさ、もう大量にもらうことによってさ、太ったってなんか人から言われるのってこんな嫌な気持ちになるんやってそれで初めて知って、うん、でなんかもうそこからめっちゃ傷つくようになったし、うん、だからこそなんか人に対して太ったとか軽々しく言ったあかんねんなってそこで学んで、なんかどんな背景があるかわからんからね。あ、そうそうそう、太ったって聞いた時にほんまに太ってたらやっぱ太ったって言われることによってショックがでかなるかもしれんし、うん、まあ太ってなくても太ったって言われたらやっぱ太っちゃったんかなってショックかもしれんし、でそれがなんか病気で太ってたとかさ、なんかこう異常なことがあって太ってたんやったら、なんかそこ背景知らずにさ表面の太っただけ聞いたらなんか、うわ実は病気があってっていうところまでショック受けちゃうかもしれんしとか、そうそうそう、ご解任ですかとかあったやん。いやもうマジそれな、もうしてへんわみたいな。ご解任ですか、してへんわ。それがさ、もしまあ不妊治療とかさ、うん、してる人でさ、いやそうやで、ちょっと太った時にご解任ですかって言われたら、いやそんなことなくてむしろ不妊治療頑張ってんのにって、いやそうやで思っちゃうかもしれんし、ほんまにほんまに、まあそんなん言ったらもう何も言えへんやんけかもしれんけど、それぐらいやっぱりなんかこれ言ったら相手どう思うかなとか、うどういう背景があんのかなまでちょっと想像せなあかんよな。そうそう、もう一個例を出すとさ、私昔高校の時に友達が髪切ったんよ、うん、で髪切って学校登校してきてさ、超ロングから超ベリーショートなってきたんね、うん、でなんか、うん、それ他の友達さみんな、え、めっちゃ可愛いみたいな、めっちゃ可愛いって言っててんけどさ、わいその時全然考えられへんしちゃったからさ、え、前のロングの方が可愛かったんちゃうみたいな、あで普通に言ったやん。あでなんかもう友達がどんなリアクションしたか覚えてへんけどさ、うんうん、もうそれ絶対言ったらあかんやん。まあ髪切って一番言われたくないのが前の方が良かったやんな。やこっちはもうね、そうやん、余計して切って、しかもどういう感じでね、そう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 、ショートにしたかもわからんし。いやそうやね、まあせやからさまあ要はね、やっぱりそれで気づいたんよ、うん、このインフルエンサーも3年やってさ、うん、いっぱいいろんな言葉投げかけられてさ、いっぱいいっぱい傷ついてさ、うんうん、でもあ人ってこうやって優しくなれんねやっていうの知ってん。あーなるほどね、こうやってこういうの言われたら嫌になるんや、じゃあ私気をつけようって言ってこう配慮ができるようになる人、配慮ができる人間になるから、うん、だからね、うなじさんに今回お伝えしたいのは、うなじさんはこの経験で一個めっちゃ優しい人間になった。あーなるほどね、そう、人からそういうことを受けて、まあ、自分を顧みて、自分が次は優しい、もっと優しい人間になると。傷ついた分だけ人に優しくなれます。おお、何その名言、これはマジ。あだからうなしさんはもうね、悲しいじゃなくてその胸の痛みはもう優しさに変わっていくんで、 あなたの優しさに変わっていく。いいですね、うん、なんかすごいね、いいでしょ、語りかけてたな今。いやもうアンチでほんま死ぬほど悩んでた時期あったから昔な。そうやな、昔は特にそうやったな。そうそう、うん、まあでもね、もうね3年もやってるとね、もうそのぐらい一周回りますわ。まあそうやな、人に優しくもなれるし、うん、逆にこう体勢もついてくるしな。いやそうなんよ ね、体勢ついちゃったんもなんかあれなんやけどさ、うん、もう今はほんま全く気にならへんからね、その言われた時はうわってなっても別になんかじゃあもうほっとこほっとこって言ってスルーする力が身についたからそうそう、多分ね今後オンラインイベントで司会とかね、いろんな、うん、表に出る場があって、まあ下手やったみたいなねアンケートがまた来たとしても、いや傷つくというか気になるのはもう仕方ない。いやもう傷つくよ、もうそれはね、もうみんな気になるな、うん、し1個やったのがもう10個とかになってくると、うん、もうやっぱ数には勝たれへんっていうのもあるしね、うん、だから傷つかないようにするっていうのはもう無理かなって思う。傷つくのはしゃあない、それだけもう、ね、傷つくし気にしちゃうのも当然、もうそれだけマイナスの言葉って力強いから、うん、でも優しくもなれるし、まあスルーしてね、体勢も、まあ、徐々についていくかなっていうのは経験上思うし、うんうんうん、本当そう。まあね、ちょっとお仕事これからも頑張ってほしいなって
応援してます。応援してます、うん、なんかうなじさんお会いしたことないけど多分ね、あの司会めっちゃうまかったと思うよ。ああ、うまかったやろなってな。わかる、うん、わかります。わかるユミハーン、うん、ユミハーンはわかる。ユミハーンわかんねや、うん、うなじさんはね、あの絶対仕事できるタイプや。ああ、ねえ、ねえ、だからこそちょっとね、ぜひちょっと話したいなと思ってレターもねご紹介したい。そう、熱く語りました。語りました。どうもありがとうございました。聞いていただいてね。まあ僕らもね日々そういうことはあるんですけどもね、なんかさ私らに投げかけられたさめちゃくちゃ印象に残ってるアンチコメみたいなない？ちょっと話変わるけど、こう思い返したらそれめっちゃおもろいみたいなのないの？全部消してるからさもうなくなんのよね。あ、まあ面白いってもうなんかアホみたいな、そういうなんかなんていうの、もう幼稚なやつからもうめちゃくちゃ長文なの。めちゃくちゃ長文でくる。もうなんかどっかメモアプリで書いてからコピペしたんかなみたいな。もうこう YouTube のコメント欄でこれこんな対策書き上げたみたいなさ、もう段落分けてめっちゃ長そうやねんけど、最初の3行ぐらい読んであこれあかんやつやと思ってもう消した。だから多分ねあの量やったら30分とか、いやもっとちゃう、1時間ぐらいでもうもしかしたら遂行してさ、うん、いやここは、この言葉じゃなくてこれにしようとかさ、あ、いや絶対あるよ、吟味して吟味して、うん、もしかしたら1日ぐらいかけて書いたかもしれない短編小説を3行で消した。鬼あもうこれ絶対あかんわ。だって最後まで読んだらさ、うん、もうそれもうダメージがな、もうあかんやダメージ、うん、もう何書いてるかわからないしさ、うん、怖いやん。でも絶対あかん人やっていうのがもうこれも経験上さ、もう分かる分かる分かる、もう最初のもう数行で、うん、これあかんわこれ読まんとこんみたいな、だからもうどんだけ対策を書いていただいてももう見ない、だから見ないのがほんま一番いい。いや見ないのが一番やな、うん、そうできるだけ見ないようにしてるから。これだからさアンケートとかもさ、集計するときにな、うん、変なコメントあったらそれちょっと省いてもらうとかさ、次した方がいいかもしれないね。省いて渡してもらうとか、うん、そうそうそう、もう良かったっていうコメントしか見ないみたいな。いやそうそうそう。あのそれはね全然独りよがりでもないし、なんか、うん、紳士じゃない対応ではないですよ、うん、もうだってうなちゅさんが楽しんでモチベーション高くこの仕事を続けるのが何よりも大事だから、そんなねなんか下手やったみたいなコメントで落ち込むぐらいやったら見ない方が絶対ね。そうでまた話戻ってますけど、じゃあ私さあの2個めっちゃ覚えてて、ああその当時めっちゃ悔しかった個人的なやつあってさ、ああ、はい、1個があのバンライフ中に、うん、あの来たコメントで、うん、うわ髪がすごいオイリーみたいな髪の毛すっごいオイリー旅人って感じ汗みたいなそんなコメント覚えてんの？いやもうめっめっちゃ悔しくてさ、で、あのね、あの毎日風呂入ってるけどな、そうやね、あのバンライフを知ってるとか、なんかこうバックパッカーですとかさ言うとさ、毎日お風呂入ってないんかなみたいな、やっぱ考えはる人多いっぽくてさ、ただなんか私らはもうほとんど、まあ多分 2,3 回ぐらいはあったと思うけどお風呂入られへん日。あ、まあそれはもう工程で無理やった日がね、そう工程でそう1年やって2日か3日ぐらいはあったかもね、うん、そう、まあでもほんとちゃんと毎日お風呂入ってたよ。むしろ各地の温泉入ってるから栄養思いしてるよ。そうそうそうでお風呂入った後にね、まあバンライフしてた時に YouTube も初めてさ、ちょっと、うん、まあ、小綺麗に映りたいみたいな気持ちもあるやんか、うん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 、せやからのヘアオイル買ってさ、あヘアオイルをふんふんってジュンジュンって髪に塗ってたよ。ああ、そしたらよ、わ髪オイリーみたいなコメント来てさオイリーっていうのもだからいい言い方したら潤ってるってことやな。いやいや、まあいい言い方したらそうやけどでもまあその人はオイリーっていうのは違う意味やろな。旅人って感じって言ってるからさ、あ、まあ、お風呂洗ってないって思われたっていうのがすごいショックやってさ。あせやな。そういやもう今やったらもうマジでどうでもいいねんけど、その当時めっちゃそれに傷ついてさくっそーって思ったんが一つと、うん、あともう一個はなんか
私らそのそれもバンライフやわ。あの洗濯物を5日6日ぐらいに1回回してますみたいな、って言ったらさ、え汚いみたいな、下着それってもしかして片面使ってもう片方は裏返して使ってるとかラップとかみたいなコメント来てさもうそれもなんでそんな発想なんねんみたいな。普通にさ、いや、そうやね、5日分パンツ持ってたらいい話やんか。そうやな、なんでラップになるみたいな。まあなんかもうこの固定観念がこうあんねやろな。いやそう、もうなんかでもそれでさ、うわ不潔やって思われたっていうのもすごい悔しくてさ、そう。でも確かにそのほんまはそうじゃないのに誤解された時って結構悔しいかも。いやそうそうなんよ、いやそうじゃないねんみたいな。わかる、なんかさ、あの外見のもちろんアンチコメとかもあるやんか、わ嫁ぶさみたいな、なんかそんなんよりもそうじゃないのにそう思われたやつの方がめっちゃ引きずる。うん、それはそうかも。で反論したくなんねん、やっぱ。いやいや毎日お風呂入ってますしとか、そうじゃないねんって言いたなんのよね。そうそう、いやパンツだってもあの1週間分持ってるんで全然回せてますみたいな、もう言いたいけどぐずずず言わない。それはそうやな、バンライフ中ももう税金も払わずにこんな、あそれこう不労者みたいな旅してて、いや税金払ってますよ、それもうお前に税金の仕組み知ってますか。税金払わず日本で暮らすのは無理ですみたいな。いやそうですよ、脱税ですみたいな感じだけど。そうですよ、確定申告もしてます、住民税も払ってますよみたいな。そうですそうです、話なんやけど、まあでもそんなこと言うてもしゃあないよな。いや違うんですとか言って、そう、まあね、だからその違うんです系は結構覚えてたりするな。そうやな、最近もやっぱりなんか動画もやっぱり、まあ、今も出してるけどさ、こう出したり出さんかったりとか不定期やんか。でこう久々に多分見た人がなんかこうたまたまこう企業案件の動画でなんかまた案件ですかみたいな、案件ばっかりですねみたいなコメント来て、でもその前ってもう5回ぐらい普通に案件じゃない動画出してたりする。あ、わかるわかる、あるよね。またですかって、またってことないねんけどなみたいな。見てんのかなみたいな。だからやっぱあんま見てないし、でそのオイリーですねもうさ、そのパッて思ったから言ってるだけやし、で旅人はなんかそのパンツ裏返してラップしてみたいなどっかで聞いたことあるから、じゃあいつかってことはそうなんですねって、別にそんな深く考えてないよな。あーなるほどね。し、まあでもそうだよね、多分もうその人もなんかじゃあ実際ラップしてんのかパンツ裏返してんのかとかまあどうでもいいよね。そうだよね、なんなら反論返ってくる方がびっくりするよね。あそうですかみたいな風になるし。確かに確かに。いやだからやっぱ結局無視するのが良かったしな、そういうのもな。いやほんまにもう無視して正解ね、無視が100点。いやいや案件はたまにやるようにちゃんとあのやってるんですって言ったところでしゃあないもんね。そうやね、もうほんまに声を大にして言いたいのは断ってる数の方がはるかに多い。そうですよほんまに。まあでもねほんまにそういうなんかみたいな、なんかそのアンチとか批判バリバリしてるコメントはもちろん無視でいいねんけど、なんか一見批判じゃないやつとかでもやっぱもうイラってしたりとかみたいな感じのコメントは、相手に悪気がなかったとしても自分がとかあれ嫌やなって思った瞬間それはもうスルーで OK やから、いやほんまだからもうハラスメントって一緒よ。うんそうやな、もう受けた側がセクハラやと思ったらそれはセクハラやしパワハラやし、相手がいや悪気はないねんって言ってもお尻触ってたらセクハラやん。間違いないな。しでその人によるやん、なんかお尻はちょっとあれかもしれんけど、それ髪切りましたとかでもさ、最近なんかセクハラかどうかってあるけどさ、キモいさって言ったらちょっと言葉悪かったかな。まああのもう日頃からちょっとキモいなみたいな人に髪切ったって言われたらもうセクハラのリスクめっちゃ上がるけどさ、普段から普通に喋っててさ仲いい人にさ髪切ったって言われてもセクハラやと思わへんやん。あそうやね、だから同じ言葉でも誰が言うかとかどういう感じで言ったかとか。確かに。だからその普段のコメントもあいつもの人がいつもの人やってなったらそれだけで安心
してさ、コメント見れるしさ。あ、でもそれめっちゃわかる。あ、そうやろ。わかる。なんかいつもの人から若干ちょっとなんか今回のこうこうしたらとかさ、こうこうでしたねみたいな言われたら、うん、それはね結構私真摯に受け止めてること多いかも。うん、わかる。まあ言い方も普通に優しかったりとかさ。そうそう、言い方気使って、ね、そう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 、その言ってくれてるし、何より私らのことしっかり見てくれてるっていうの知ってるからさ。あ、そうそう、前の動画を前の動画見て我々がどんなことやってるかっていうのも知ってて、うん、で今までのコメントでその人のこと知ってるからさ、うん、あ、いつもこんなコメントくれるあの人やってなったらやっぱ話聞こうってなるし、うん、なるなるなる。あ、確かにそれあるな。ちょっと気はいなんかこうことを、気はいことって言ってもあるかな、まあなんかそういうことあったとしてもやっぱ見ず知らずの人にポンって言われるよりは全然ね、我らもこう受け止めたくなるし、だからほんまにまあなんかリアルの人間関係と一緒よね、うん、なんかって思うし、まあそのなんかうなちさんの話戻ると、なんか見ず知らずのアンケートでさ、こんな司会が情緒で日本語が下手だったって、こんな言い方誰だって嫌よ。うん、嫌よ。やけどめちゃ信頼してる先輩とかから、いや、あそこの高校の言い方はこうした方がいいよって言われたら、あ、そうですかってなるやん。それはそうやな。もうそれだけやん。別に批判は絶対嫌ですとかじゃないやんか、うん、誰に言われたかとかどういう言い方やったかだけでも、同じ下手やったでも全然受け止め方違うしさ。もう何の話やったっけ今日。いやそれなんかいろいろ飛び回ってる、うん、飛び回ったな、わけなんやけど、まあそういう感じです。そういう感じやな。うん、だからそれだけはエラもいろいろ苦労した経験もあるし、いろんなことをね、うん、ちょっと炎上したりとかいうのも乗り越えたりとかさ、うんうん、した経験もあったりして、だからそれだけまあアンチコメントとか批判の言葉をね、あの向けられるっていうことの苦しさも分かってるつもりやし、まあ、そこからどう乗り越えたかとか、なんかどう受け止めたらいいかっていうのもなんか自分なりにあるつもりだったので、まあ、今回レターをご紹介させていただきつつ、まあ、ちょっと僕らの話もね、ちょっと脱線しながらではあるんだけど、しました、しました。はい、オイリーユミでした。いやでもオイリーはちょっと傷つくな。オイリーひどいよ、ひどすぎるよ。なんか油切ってますねみたいな。そうそうそう、ちょっとなんかうなんかブスとか言われたらさ、うん、ブスちゃうしみたいな、うん、あそうですかってなるけど、オイリーって言われたらちょっとあオイリーやったかなみたいな、なんかこう絶妙やな。絶妙、しかもほんまに髪にオイルつけてたからさ、洗い流さないトリートメント、それは洗い流さないトリートメントなんですみたいな。まあ絵はもうここであの成仏さしたんで。いやそうや、もうその人もだってあのユミにオイリーって言ったこと絶対忘れてるもん。絶対忘れてんな。そういうことやな。そういうこと。でもだから言われた方はこんだけ覚えてるわけやからな。そうそう、3年前のコメントはまだ覚えてるからな。びっくりするよな。ね、はあ、まあなんやろな、うーん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。なんかちょっとまとめ方わからんかったけど、頑張っていきましょうかな。まあもうそうやな、あの、うん、無視してね。まあそうやな、無視して、無視できひんけど無視して、そしてあの優しくなっていきましょう。そう、優しくなって、で次またねお仕事の機会あったら、頑張ってね、次回も成功させて成長して、うん、ねってことかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回は、アンチコメをテーマにお送りしました。まあ渡辺夫婦の二人ごと様々なね、まあレター募集してます。まあ、人生相談とかお仕事の相談から恋愛相談、あるいはまあ僕らへの質問とかね、お便りメッセージなんかでも大丈夫です。あとコメント、いいね、お待ちしてます。まあ、コメント欄もねぜひ活用して、今回のテーマに関係するようなね感想とかエピソードとかねあればぜひお寄せください。コメントねいつもちょっと読みながらあの楽しませてもらってます、皆さんの、うん、はい、ありがとうございます、いつも、はい、でたまにねちょっとコメント過去のやつとか気づかずないことあるんですよ。通知がもう過去に行っちゃうんで、うんうん、なんですけどできるだけ最新のやつはねこまめにチェックしてあのお返しするようにはしてるので、あのコメントもねお気軽にお寄せください。そして第300回は質問コーナーをやる予定なので、第300回に向けて何かこう渡辺夫婦僕たちに聞きたいこととか、
まあ聞きたいことやな、聞きたいこと、質問したいこと、まあ過去の話でも現在の話でも未来の話でも好きなこと嫌いなこと何でも OK ですので、うん、はい、初レターの方も遠慮なくねお寄せください。はい、はい、それでは、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。